奥に迫るのは V3 フォックス。これ戦う選択ですね。ああ姿が見えたということは分かったかもしれないですね。なるほどなるほど。さあ一気に車両で接近していく。移動中のところを削ってレイジは体力削ることできましたけれども、さあパルスも来ている。さあ先にダウンを取ったのはレイジ。レイジそのままかっきり取りました。1人2人目いけるか。先は見えてる。おおよくここも抵抗できますね。さあ接近して打ち勝っていく。粘りが打ち勝っていく。なんとクレストゲーミングラビットが V3 フォックスを殲滅。回復する。ナイスナイスナイス。一気にいきますよこれ。さあしかし慎重にいっているか。さあここで後ろにいたチームレイズ倒されました。これはスカーズにとってはラッキーとなるか。さあこの打ち合いはどうなるか。さあ外からじわじわと中にアクションを起こしていく。ワンダウン取られてしまうブルービーズ。佐藤がダウンしてしまった。さあ残り人数は、ブルービーズ側が後手に回ってしまってますね。ブルービーズ、ブラジリアンが外からダウン。残ったのはリアベリ1人。さあリアベリ1人でどこまで粘れるか。位置はバレている。さあ味方がかき取られてしまう。上がって入ってきた時と打ち合うが、ワンダウン取ったところでブルービーズも殲滅となった。スカーズが倒しきりましたでしたので、はい、よく取りました ね本当に。怖かったタイミング。しかもそのおそらくスカーズを狙うタイミングでしたが、ここでちょっと打ち合い変わってきました。ラスカルジェスターが USG ブランクと打ち合っております。さあ3名生き残り。シーキング上手かっきり持っていきます。ラグがどっち先に見つけるかですよね。やはりハイドリッチ見つけたのはハイドリッチとなるか。だが微妙に四角見えてない。ハイドリッチ側気づいてるようですね。うわお美味しすぎる。横取ってワンダウンガン。ただかっきり取れない。いや取ったか。いや取ったのはなんとビュアボーイ一番美味しい男。ただ対して北側に行くのに対してはまだ未知の領域なので少し怖いというところで、 ここで気絶を取った勢いに乗って、これはスカーズ側に行くか。そうですね、サンシスタースーサイダーズとしてはそちら側に攻める可能性は高いですね。そうですね。さあ見下ろす形でラスカルジェスターもう攻撃しかけている。スカーズ囲まれた。さあガブハがあって前に来てケットショット狙えない。ガブハがダウンを取ってかっきり持っていく。ではサンシスタースーサイダーズに対する布陣を、かなり意識した布陣を取っていたので、スカーズ側からちょっとフリーになってましたね。さあただここでラスカルジェスターの銃声を聞いてクレストゲーミングザナドゥが上がってくる。ポジションの有利としてはラスカルジェスターだったんですが、ラスカルジェスタースカーズを打っていたためその隙をついてザナドゥが一気に詰めた、はい、タイミング完璧です ねここでワンダウン取られてしまって状況的にはクレストゲーミングザナドゥの方がやや有利か。さあ打ち込んでいってワンダウン取ったか。取り返す。ポジションの有利としてはどうでしょうね。だからこの山難しい。どっちとも言えないですね。結構いいバランスの形がかなり似てるんですね。似てますよね。そしてクレイジーサムの位置がどうか。クレイジーサムがなんと勢いフロートしっかり当てていく。ワンダウン取り合う展開。さあビアムボーイも出てきたダウンを取っていくが、ドンカツを取ったのはサンシスタースイサーダーズ。ナイス。あとはナイスナイス。マジでやったね。さあここが当たったのはチームレイズとラスカルジェスター。まず先にダウンを取ったのはラスカルジェスターだ。目の前に敵の位置は分かってる。グレネードヒットダウンさせました。2ダウン目。いやこれ完璧に囲い込んではいるんですよ。これいい位置にいますよ。いい位置にいる。さあいくつダウンが取れるか。さあ岡チャンスだ。ですがギリギリ頭1個見えたところ隠れるところ成功。使っていきたいですね。さあこれは岡次第ですね。これが当たれば当たった。見事届いたグレネード。さあ上から見下ろして取れない。ダウン。あ苦しい。デトネーションゲーミングホワイト、そして V3 フォックスの2チームから一気に撃たれてしまう。車両移動も許されない。おっと目の前にここはスルーと。よくこれただ危ないですよ。捉えている。あとはいつ撃つかの問題。撃っていた。ダウン取って、これは確実に活気を取っていくでしょう。がしかし草の裏に隠れる。これはいいお水だが1人目ダウンのところでしっかりとカバーが入りました。ホム JP。 ただもうこれは人数かけて一気にいくでしょうね。おそらく人数がそこまで多くないことは分かっていると思います。はい、ここでラグゲーミングが殲滅となりました。さあどうするか。タイミングを見てあとは攻めるだけか。ちょっと分からなくなってきましたよこれ。シバをダウン取りまして、あと2人。先ほども見たぞなんかこんなシーン。さ
さあクレストゲーミングラピッド V3 キラーとなるのか、これは見逃せないワンオンツ。やーっと最後外してしまったタイミング、クレストゲーミングラピッド、ここは殲滅。先ほどの仕返しですが、それでもここまで体力削ってますから、体力1ですよね。これ被害甚大、これフィアちゃん危ないですね本当に。でチョビンがここで車をうまく使いながらカバーに来た。ノラレンゴグリムリーパーとしてもこれ狙いにはいけないですね。おー当たった、およく当てますねこの距離、かなり連続して当てましたが、ただノラレンゴグリムリーパーはそれよりもですね、この横にいるデゾネーションゲーミングホワイトに対してのアプローチ考えなきゃいけませんよ、はい、さあまだ取っていきました。あとゴクリが手前で待ち構えてるぞ、アクセルが奥にいる。さあここでゴクリが手前側から一気にカバーを取っていく、素晴らしい動き。さあただノラレンゴグリムリーパー残り2名のところ、お遠距離から撃たれているジュピターノバがしっかり倒しきりました。ノラレンゴグリムリーパーここで殲滅。そしてブルービーズ残っていたリアベリーもここで倒されてしまい殲滅という形になりました。5位です。入っております。これはもう一方的な試合展開になりそうですね。そうですよね、ちょっとこう遮蔽物なさすぎますよね。遮蔽物なんですが、はい、近づけすぎるとグレネードが届く位置になってしまうと意味がないので、なるほど、どこまで動かすか。さあ車両を一気に撃ってきているジュピターノバ、だがしかしちょっと打ちにくい、一度もダウンしている。車両が倒された。まあ4人生き残っている、圧倒的有利状態。ここは確実に取っていきたいドンカツ。体力が少なかった、ここで決まりました。ドンカツを取ったのはジュピターノバとなりました。というチームもいたので、なるほど、おここ近いぞ。さあ打っていく、おお素晴らしい、行きました。さあ接近しているグレネード投げながら目の前にいるサブラフと打ち合う。リオは打ち勝った、ワンダウン取ってそのまま一度後ろに下がる。あ冷静、冷静ですね。一人ダウンさせて無理な動きはしない、だが逆にダウンを取り返したガブハ。さあグレネード投げ合う、まだ残していたのかと。ここはダウンしているリオに直撃。さあここで横から、さあ USG フォークラーも乱入してくる。サンシスタースーサイダーズ殲滅、仕留めたな USG フォークラー。さあそして、リオが先ほどサンシスターのグレーでダウンして残り1人です。ノラレンゴグリムリーパー、やはり1の強さが。さあここで後ろから一気に攻撃を仕掛けていく、マシンガン持ってますよさあこのフロート当たるか、2ダウン目を取りました。3人目はいかない、ここでダウン取られる。ピアボーイも体力が残ってない、3ダウン目まで取って、あとワンチャンス取りきれない。ただ目の前にミルフィーが伏せて待ち構えてますよ。先に打てるのはミルフィーとなりそうですが、さあここで横を打っているところをタイミングを見てミルフィーが横をしっかり取っていく、カバーはバッチリ。さあ人数直前2対2、さあ残ったウェスカー最後の1人でしたが仕留めたな。ノラレンガーグリムリーパー、かなりキル数も好調です。ブルービーズはこういうちょっと劣勢の状況でも結構冷静に戦えるチームですよね。さあブラジリアン、ここ一度伏せて、かなり距離が近い、敵のポジションも少しずつ把握できてきたか。さあこれは美味しい、ブラジリアン横取って、これは美味しすぎる、2ダウン。さあ残ったローランドが上からダーティングライミングと打ち勝った佐藤。いやまだ今ピフクのところにいる、ピフクいる。いや今の惜しいな。 USG フォークロアがかなり睨みを利かしています。そうですね、かなり人数の差であったりしたんですが、はい、先ほどのブルービーズのポジションが取れたのはこちら。先に打ったのはアナです。ワンダウン取って一気に詰める。そして2ダウン目かききるまでかなり取って、キル数12キルも獲得できております。さあ後ろから味方倒されてしまい、アナですが1人残されましたが、そこを仕留めていったのはノラレンゴグリムリーパー。2位2周3組、さあ今銃声を上げたのはチームレイズが先に動いた。ラスベガスを仕留めた、これは意外な展開というか、結果的にゾーンズ先に位置を知らせてしまったチームレイズ。しかし打ってしまったならしょうがない、先に中央を取ってやると。中まで入っていく、さあ3人伏せている。これキャンスも動かないとまずいですよ。キャンスンが先に位置を知らせる展開になる。さあ先に打った、なんと佐藤がダウン。この後は銃声を出したプレイヤーブラジリアン、おかわせる場合だけ、ワンダウン取ってツーダウン目、位置が特定できれなかった。ああがしかし勝ったのはなんとブルービーズ。おーナイスー、マジいや、やばマジで。そして山の上ではなんと V3 フォックスがもうダウンしている。いやシーキングジョーズポリーをダウン。打ち方のアイグレア、かっきるまでしっかり取っていく。一人やられてしまいました。さあもう体力もない、これはとどめが刺せてしまうが、隣の家屋に入ったのはもうバレていること間違いなし。なんとか抵抗するが、ここはラグゲーミング殲滅させましたのはスカーズセカンドとなりました。あとを仕留めております。これは車両移動中のダウンですね。
さあブルービーズ残り2名なんとか逃げ切る。いやこれは厳しいですね。逃げた先に待ち構えるクレストゲーミングザナドゥバックさん後ろに敵がいて、おっとここで後ろからチームレイズが強襲を仕掛けに行く。まだ伏せているぞ。さあユーノそしてドラゴン、なんとかあの燃えているダチア1台でなんとか、あ、上手ですね、失礼しました。上手はなんとかしなければいけない。さあドラゴンもダウン、残ったユーノはバレた。これは耐えられない。スカーセカンド殲滅となりました。さあグレネードを投げながら丁寧に入っていくラスカルジェスター。あ、ただこれラスカルジェスター今度サンシスターの内側に入ってしまいましたね。さあマロンがまずはダウン。さあブラックかけるしっかり取っていく。さあグレネードを投げ入れる。さあこれはかなり美味しい。うわちょっと危ないですよこれ。いやでもかなり下を警戒しているようですよクレイジーサム。さあウェスカーはシーキンジョーズを落とす。下からが真後ろ、先に気づいた。しっかりと倒していきましたランリー、ナイスプレーです。しかしそれを横からガブハが見ている。ガブハは逃すつもりはないようだ。さあしかしそこに意識すると、なんとここは、パルスダウンを選択しました。さあ V3 フォックスここで殲滅という形が、出ております。注意です。さあここでウェスカー撃たれる。シーキング・ジョーズ入っていったがカバーが飛んできました。ラスカル・ジェスターここで殲滅というようになりました。さあだが逆に前に出ていったチームレイズ、そう相手の回復するタイミングを捕まえに行くか。2人ダウンの状態。さあレイジが手前で粘るが体力が少ない。ここでダウン、残ったのはさあピアちゃんが残ったけれどもタイミングとしては非常に良かったんですけどね。止めました。 USG クランクもここで攻めず、さあその音を聞きつけてチームレイズもやってきた。さあチームレイズとデトネーションゲーミングホワイトの打ち合いです。ワンダウンストーリーあっております。これスカーズ来るんじゃないですか。この音に、あ、スカーズ接近してますね。さあキャンさんダウンして2ダウン、いや3ダウン、メロ4が残っております。横からしっかりと打っていく。かけるもちゃんと取る。あ、岡選手1人だけ。さあスカーズ3名生存。いやただグリムリーバーもかなり強気に北側から回ってきてますよ。さあ岡が打ち返す。粘りたいがここはチームレイズ殲滅となりました。さあ残り2名、残ったのはラスベガス。ただラスベガスかなり手前に入っているので、はい、これで気づけてなければ、バレなければですね、ワンチャンスという形ではありますが、はい、グレネードもないのでかなり苦しいですね野良連合グリムリーバー。さあ先に見つける敵はどこになるか。フェイが近そうだが、さあラスベガス打ち合いはどっちも決まらない。先に打たれる、体力苦しい。ここは決まりました。ドンカツを取ったのはスカーズとなりました。